りあえず左からダッシュして右にジャンプしてもやっぱいけないよね。左からダッシュしてちょびちゃん、いやこれでもダメか。まだだ、まだ策は尽きてない。僕が今までに習得した全てのスキルを使ってこのコースを攻略していきたいと思います。まず一つ目、ムーンウォークミラクルサンダーアタック、スーパーミラクルローリングサンダーアタック。もう分かった、今まで温めてきた新技を出せということですね。スーパーミラクルローリングサンダーアタック、ペペペペ、避けるな。ちょっと真面目になってくすいません、ね、いつもこんなんで。これガチな話すると空中浮遊が必要になるんじゃないかな。なんでジャンプした瞬間もう一回 A ボタンを押してみようか。ジャンプボタンを素早く2回押すことによってマリオが空中にいる滞在時間が長くなるんですよね。それを利用していったらお花畑レッツが走りながらバファージャンプも入れてみるね。なんでここで A ボタンを素早く2回やった。